あなたは神を信じますか？それとも間違えた世間の常識を信じますか？ちゃお、あっちゃんです。はい。ということでね、今日はね、ちょっと面白いものを紹介します。ちょっと前に買ってやってんけど、紹介忘れててね、てか買ってきてんけど、バッグの中に入れたって、どこ行っちゃったんかなを探してて、出てきて、ニューの風っていうね、お塩。お塩やねんけども、ね、目見えへん。ちょっと待ってね。これね、ニュー川上神社下社さんで買ってきたお塩やねんけど、心と体の清めの塩、海塩、ニューの風、ニュー、小さい字で書いてあるけど、海を育む水の里に静まる、日本最古の水の神、ニュー川上神社下社、新領大峰山の湧き水、南国の天然海塩、これは、大峰山から湧き出したお水、これ丹生川上神社の水を守る神様の水、お水と、海の恵みのお塩、南国の天然海塩、南国のお塩、これがお供えされてたね。それを販売されてんのね、丹生川上神社の神塩としてね。で、神塩、ええー、と思って、まあ塩大好きやから思って、前回、前々回行った時にね、かわいいから、前回行った時にね、ちょっと気になってたから買って帰ってきて、100g でね、500円やったかな、なんか、まあまあ高かったんけど、ちなみに 500g で2500円するからね、100g で500円って言ったらね、これね、ナトリウムが、3400mg、カリウムが 220mg、カルシウムが 270mg、マグネシウム 640g、鉄分 4.4mg。で、原料はね、沖縄の海水。濃縮方法は天日。結晶方法は平釜。要は天日平釜塩やねんね。すっごいいいお塩でね。で、100% 海水を使用し精製しておりますので、吸湿性があるのあるのある、吸湿性のあるにがり成分、海水マグネシウムを含んでいます。要はにがりを含んでるよっていうお塩やねんけど、これをね、ちょっと後でちょっと舐めてみんねんけどね。で、これを買った、この説明文をくれたね、ここに説明文をいただいたんやけどね、ここに書いてあるんだけど、水の神の水、水晶木、祈祷案内。これは、水晶木って言って、私たちの暮らしの中でなくてはならないのが水です。それゆえ、生活に水はあまりにも身近で、そのありがたさを忘れ過ごしています。下社では、月の初めに日本最古の水神様に感謝し、水の郷、吉野より水をお届けする、水晶木の祈祷を行っています。日々接する水で生活の基本である感謝の心を忘れず過ごすため、下記の案内します。要は水晶木とは、引用五行思想で、水は木、ウッドの木、かっこ気持ちの木、気候の木を育む水星人と木星人の愛称に例えられます。水晶木祈祷とは、水は生命の源であり、健康と気力の大元である木の里で育み生まれる水、日本最古の水の神様の、神霊大峰山の湧き水、ニューの風を、これね、ニューの風、これと、湧き水ね、を、お使いいただくことで、家族皆様の心、気力と体の健康を祈ることから、水晶木祈祷と命名しました。月の最初の水曜日に、ニュー川源泉湧き水の洞穴の、お祓い後、家族と平安のもとに祈祷し、名水ニューの風を、送りますって、まあこれね、祈祷したら、要は水をね、2リッター10本と20リッターと海水塩、この塩ね、これを一緒に送りますよっていうのが書いたんだけど、まあそれはちょっと商売っぽいんだけども表っかにね書いたんだけど、海塩について、海の塩ね、これについてのお話なんだけど、神様には必ず、三毛、お米ね、三木、お酒ね、お三木、で、塩水を
その順にお供えします。最後に塩と水が供されます。ここから神様に供える水と塩は昔から人の生活に欠かすことのできない大切なものであることがわかります。しかし現在社会では高血圧や痴呆症の原因に塩が挙げられ、減塩の風潮になります。その一方、自然塩不足で多くの現代病が起こっていると言われ始めています。実は世の中の減塩は精製塩を指します。昔ながらの製法で作られるミネラル豊富の海の塩、海塩は体を浄化し、臓器を休ませ、心を安定させる働きがあると見直されています。もともと生物は海から誕生しています。胎児は羊水で育ち、体液も医療用の点滴も塩分が含まれています。海塩水摂取は、海の塩の水摂取は体を元の状態に戻す効果があると言われています。心臓は自然塩水で動きますが、化学塩水では動きません。心身ともに、健全健康であってこそ運気が上がります。私たちも 0.5% の海水塩を飲用を実施しております。水晶木祈祷のお下がりにいいと確信を得ました。水の神様ニュー大明神に水、塩と水をお供え、お下がりとして水と海塩をお送りします。海を育む山、山で山に静まる水の神の大いなる力をいただき、水と海塩で心、体を清め、日々健康でのご活躍をお祈りいたします。海塩水の作り方、2リットルの水に10グラム小さじ2の海塩を溶かすと 0.5% の海塩0.5% の海水塩ができます。ボトルに 10g の海水塩を入れれば、蓋をしっかり閉めてボトルを上下逆さまに繰り返し振るようにして塩をよく溶かせてお飲みください。理想は1日まんべんなく1から2リットルを目安として摂取すること。一言で塩といっても多数あり、現代社会を生きる上で確かな知恵を得ることが大切です。ニュー川上神社さんもあっちゃんと全く同じこと言ってるでしょ。海水塩はすごく大事で、羊水も、海水塩とほぼ同じ成分、人間の体の体液もそう、塩っていうのは大切。みんな、地方やら高血圧で塩が怖いって言われてるけど、それは化学塩を食べるから。で、海水塩は逆に取り足らない、もっと取れと。あっちゃんいつも飲んでる 0.5% の海水、あっちゃん2リッター飲んでるんだけど、それが正解なん、正解というか神様、ニュー川上神社様も同じこと言ってるんだよね。だからあっちゃんが言ってることは間違いやとか思って信じない人は好きに信じなければいい。間違ったって言われてる現代の毒である塩を食べればいい、あっちゃんはそんなもん食べない。あっちゃんのこのあっちゃんを信じるんじゃなく、あっちゃんを信じられへんかってもニュー川上神社さんが言ってること、ね、神社神様の、ね、から、たばったお水とお塩を毎日この神様、宮司さんも飲んでるんでしょうね。だからそれでいいことが分かったからこれを推奨してる。いかがですか、あっちゃんってこと間違えてたですか、ね、だから塩危ない、塩危ない、だから書いたでしょ、臓器を休める、いい塩を取ることによって、要は心臓病とか成人病、いろんなもので苦しんでるのは化学塩やと。で、心身ともに健康な状態を保ち、海水塩は体の浄化とともに臓器を休ませる、心の安定を見直されている。要はね、腎臓っていうのはね、毒の塩を取ることによって毒を排出しようと思ってフル稼働するからパンクしちゃうのね。あっちゃんいつも言ってるよね。でもいい塩を取ることによって腎臓に負担かけずに、毒素を排出してくれる。だから腎臓のためにも腎臓で塩を摂取しちゃダメだよって医者が言ってる。医者の塩っていうのは何かやナトリウムな。だから病院食の中にも含まれてる塩は減塩をされてるけど、減塩醤油、減塩塩とか減塩調味料使われてるわけね。だから本当に本来のいい塩を減塩じゃなく増塩して使ってる病院はないと思う。それだけ医療関係者は間違った常識にとらわれてるってあっちゃんが言ってる通りやねんね。医療関係者よりも何千年っていう歴史のある神道に間違いはないとあっちゃんは思ってんねん。やっぱりね、こうなってくると、まあ、宗教チックにはなるけども、やっぱり神道っていうのは日本人の心、日本人っていうのは神と共に生きてきて神様に恵みを受けてきて、神様は人を守る、人を守るために神様がある。その神様が間違いないことをね、何千年ってかけて、日本国民に教えてる。
それがお祭りであったり神道やねん。最近神道の間違った覚え方をしてる人が多くて、神社に動物連れて行ったらあかんだいつも言うのに、それでも動物いいんだよ、神社の宮司が動物連れてってええねんって、間違えた神道を宮司でしたりする。それより宮司とかよりももっともっとはるかに歴史の浅い浅い言ってみたら、ここ200年も経ってないでしょ。江戸時代に初めて医学が、杉田玄白が、医学を始めて、で西洋医学なんてものは明治に入ってからでしょ。そうじゃなく、もう奈良時代の太古の昔から、そういう日本国内の医療っていうのは進んでて、それが神道。だからその神道はもう何千年の歴史もある。だから未だに神様っていうのは廃れてない。もちろん病院でね、実際見てもらうのと神様に手を合わせるのどっちが効くねんって言われたら、それは病院で見てもらったの方が治るのかもわからへんよ。でもそういう根本的なもと、そういうね、病気っていうのは上っ面、要は怪我したからって上にバンドエイド貼るようなもんやねん。言い方悪いけど、そうじゃなく、なんで病気になるかっていうことを考えたら、根本的に食べ物が悪いっていうところに行き着くから、そこに気づいてそれを対処するっていうのが本来の、病気にならない対処法、内臓を休めたり脳を活性化したりする、それが本当の、日本古来の医療じゃないのかなとあっちゃんは思うね。だからあっちゃんはもちろんね、怪我したら塗ってもらわないと治らないっていうのもあるけどもね。でその中でやっぱり現在医学もやっぱこの時代大事やけども、昔の、ね、病気にならない方法っていうのを考えていかないといけない。じゃあなんで医者はそんなことしないのか。病気になってもらわないと儲からないからです。儲からへんで、自伝事業でやってるお医者さんってほとんどいてないとあっちゃんは思ってんね。だから、あっちゃんは、やっぱりこういう神道で大事やっていうことをしていかないかなと思うね。まずちょっと開けてみましょう。味とかそんなうんぬんじゃないよね、こういうのはね。神様にお供えしたお塩やからね。だから、これをちょっと開きましょう。匂いはせんへんの塩やからね。結構ね、ざらつきのある細かい系の粗塩。言ってみたら、海の精よりも粗い。で、あれんじゃ岩戸に近いかな、粗さね。で、アグニの塩よりも細かい。で、色的にちょっとね、オレンジ色してんのよ。不思議な塩やねん。ね、不思議な塩でしょ。ちょっと舐めてみましょう。確かににがり成分が強いね。あのね、口に出したら、ほんのちょっと、にがりというよりかね、もう口の中入ってね、溶け込んだ時点ですっごい甘みがくんね、うん。でね、岩戸の塩ほど海を感じないけど、なんだろう、不思議な塩やね、ちょっと。塩的にね、ちょっとまあ湿気は、焼き塩じゃないね、これは。天秤やね。ちょっとやっぱり湿気がある塩で。うん。鉄強いな。確かに。金気の多い塩。うん。舐めても感じるぐらい鉄分を感じるね。はい。また今まで使ったことのない塩。これもね、もちろん神様の塩でね、これを、盛り塩したりとか、それとか、清めに使うのもすごくいいと思う。神様のお塩なんでね。それと、お料理に使うのもありやと思うしね。で、あっちゃんこれちょっと水に使うね。ちょっとね、ちょうど今ね、1リッターボトルが空いたんで、これで作ってみたいと思います。じゃあ、キッチンに移動。はい、1リッターのペットボトルにね、調合を乗せて、で、ニュー川上神社のね、神様のお塩を 5g を、感じ的にね、ちょっとね、ベタつきのある海水源やね、海水平が前やね、を足がちゃんと立ってなかったよ。
神様の塩、これにねうちの、湧き水を入れます。しっかり1リッター入れて上下に振ってね塩溶かします。はい、このお水をね今度ニュー川上神社さんでねもらってきた水で飲みたいな。ちょっと飲んでみます。なんか丸みのある塩味。0.5% やからね、ほとんど塩ね感じ、確かに水よりも飲みにくいっちゃ飲みにくいよ、飲みにくいというかちょっと塩がかじるけど、そんなにひどくないね。ソーレよりもね、しょっぱくないし飲みやすい、0.5% やからね。このね、神様の水、これからちょっとね、毎日ちょっと飲む水はこのニュー川上神社さんのニューの塩を使おうかなと思って、ね、今までいろんな塩試してきてんけど、ちょっと当分これを毎日2リッターずつ飲んでいこうかなもね。で 100g やから2リッター飲んだら10日でなくなっちゃうねんね、はい、約10日でなくなるんでね、また近いうち買いに行ってきます。これも 100g しか売ってないな、そこだから何パックかまとめて買ってきます。はい、ということでニュー川上神社さんのお塩、試してみたいと思います。で今日のあっちゃんのニュー川上神社さんの、水、1リッター作りました。ニュー川上神社さんの水っていうか、ニュー川上神社さん、神様が言ってる塩は日本人取り足らない、取った方がいいんだよってこと、皆さん分かっていただけたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第ですじゃないけども、今あっちゃんから言わせば、間違った世の中の毒のような塩を食べてるみんな、本当にそれが安全だと思うんですか。減塩減塩って言ってるけど、減塩するために減塩だけでは人間いかないから、減塩醤油とかするのに、減塩すると物が腐っちゃいます。要は防腐効果があるから塩を使ってたのに、塩を減らしたら何を使って防腐効果を生み出してるんでしょうか。化学調味料、人工甘味料、いや人工、防腐剤、そんなものが本当に体にいいと思いますか、っていうことです。塩、すごい体に大切なんでね、みんなの健康を祈ってるあっちゃんでした。やっぱり健康のためには塩すごい大事だとあっちゃんは思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの、ニュー川上神社神様からのお塩のお話、よかったと思ったら高評価を応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。